や、明日から広島行くんでね、なんとか強行支援でね、たくさんのファンの前で絶対を決めようと。マジック1で今日迎えたゲーム、最後のアウトを取った瞬間、どんな思いでした？最高。難しいね、局面は分かったんですけど、まあね、言ってても勝ち分かってたんで、岩崎が一番そのところで、分かってると思うんで、ベンチでね、安心して見てました。それにしても監督、この瞬間も今シーズン最多のチーム11連勝で決めました。ずっと言い続けたんですけど、まさか9月にこんな強くなると思ってなかったので、ちょっと勝ちすぎましたね。だからちょっとね、早いかもわからないですけど、まあこれは、ね、みんなが、ね、選手が力をつけて、ね、そういうチームが、ね、できたということで、これはもう選手のおかげと思います。岡田監督の掲げる守りの野球、まずは投手陣を中心にしっかりとゲームを組み立てるというゲームも多かったと思いますが、まずはこの今シーズンの投手陣についてはいかがですか？最初は、ね、西と青柳でいっぱい勝てると思ったんですけどね、なかなか勝てなかったんですけど、ちゃんと帽子取っといてくれ。まあでも勝負の8月からはね、ちゃんと帳尻を合わせてくれて2人ね、それはさすがだと思ったんですけど、まあその分若いね、村上とか大竹ね、ほんとよく頑張ってね、10勝ですから、そういう意味でやっぱりみんながね、ピッチャー陣もカバーして、まあ、当然先発もそうですけど、やっぱりブルペン陣がね、みんながすごいんですよ。でみんなが力あるんで、だから、で誰を出しても、ね、勝ってる、ゲームは、ね、それに握ってくれると。まだ JFK まではいかないですけど、その見事な投手陣に加えまして、一方の打線の方ですけれども、本当に上位から下位まで、どこからでも点が取れる、そんな打線だったんではないでしょうか。普通は、開幕からね、あまり打順を変えないでね、まあ、この打順だったら一番点取れるかなっていうのがあって、まあ、それでスタートしたんですけど、まあね、優勝の瞬間までね、この打順でいけたということは、やっぱりみんながね、その適材適所というか、役割で、その打順でみんなが仕事をしたと、まあ、そういうことでね、本当にそうですね、数字はそんなに良くないんですけどね、だから得点とかね、いろんな意味で、ね、もう数字を塗り替えてるんで、まあ、その辺はね、やっぱり野手もね、ちゃんと役割を果たして、ね、でもまだまだね、もっとみんな力つけて上手くなっていくと思いますよ。そんな中、シーズンをここまで駆け抜けました。監督からご覧になって、ここまでの道のり、改めてどんな道のりでしたか？あまりね、苦しい時期も本当なかったですね。最初だけやな。4月からね、4
4月5月とねだんだん力つけていくかなと思ったら、でまあ5月にすごいね勢いで連勝あったんで、まあ、これで、ね、その結果がね8月からのこの9月の成績と思うんでね、本当力つけてますけど、まだまだね個々の選手はね若いし、伸びる要素はねもう十分と思うんでね、また来年から楽しみですね、はい。そんな中、今シーズン監督がずっとあれという言葉で言い続けてきたことがついに今日実現しましたが、監督まだあのお言葉を聞いていない、そしてファンの皆さんも聞きたいと思っている方たくさんいらっしゃると思いますが、まさかここまでねすごいね、まあ、人気じゃないけどすごい、ね、みんなに浸透したとすると思わなかったんで、まあ一応今日であれは一応封印してみんなで優勝をね、その優勝を達成しました選手、スタッフ、関係者の皆さんには今どんな言葉を改めて書きたいですか？現地おるでという時はまあ、ちょうどね去年の9月だったんですけどね、その監督要請を受けたのは、まあ、ちょうど1、今日ね、この9月1年なんですけど、まあ、まさかこんなに早くね、まあ、18年も、ね、優勝から遠ざかってるチームをね、今この日をね、迎えるとはね、どうも思ってなかったんで、まあ、これはね、やっぱりフロントを含めてね、やっぱみんなの力がね、まあ、結集した結果と思うんで、まあ、これはずっとね、やっぱり本当に強いタイガースをね、もう毎年ね作って、ね、まだね、こう喜びをね皆さんと一緒に分かち合えたらね、これからもね最高です。では監督、次最後の質問になりますが、次の戦い日本一に向けてというところ、もちろんクライマックスシリーズもありますが、ポストシーズンに向けての思いを最後お願いします。あれは達成しましたけど次のステージですね、クライマックスもありますけど、でそこも乗り切って、で最後は日本シリーズというので、まあ、当然ね、みんな分かってると思うんですけど、まあとにかく1位だけでね、通過したっていうのはね、当然負けられないと思うし、まあで日本で一番最後までね試合できるように、あれを決めたのはね優勝までだったんでね、日本一は決めてないんですよ。いい言葉があったらまた教えてほしい。ありがとうございました。では最後にタイガースファンに向けてのメッセージというのもお願いします。どれからじゃん、ありがとう。まあ、まだ通過点ですけど、本当今まで、開幕から、たくさんのね、今年はなんかすごい人が、甲子園球場に足を運んでくれたみたいなので、本当ありがとうございました。まあ、また次のステージもありますから、で、まあまあ、こんだけいっぱい入るともうこれ以上入れないんでね、球場。まあ、もうしょうがないですけど、まあ、で阪神ファンの人は日本全国たくさんいると思うんで、まあテレビとかラジオとかね、そこでもね、応援してもらって、まあ、僕らは、まあ、その応援に応える、ね、ことしかないんで、最後まで頑張りますので、また引き続き応援よろしくお願いします。
関係ない。